どうもハッピーライフのパパさんです。おはようございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日は7月の31日の月末、朝9時です。今日はですね、今から里帰り富士カーズ西宮店に今から行きたいと思います。ちょっとね、不具合があって、ここのね、扉なんですけど、扉のね、ここの金具、上と下と2箇所あるんですけども、ここの下の金具がね、ちょっとこうすり減ってきて止まらない。で、上だけでね、今止まってる形になってるので、下の金具をね、新しいのに交換しに今から行きたいと思います。それでは行ってみよう。ハッピーライフ富士カーズ西宮店さんにね、行くのがこのクレソンボヤージュを買って以来初めて行くんですよ。まあ、里帰りというのかっていうことは1年半ぐらいぶりに訪れるんですけど、このクレソンボヤージュがまあ故障がないので行く用事がない。まあ順調に行けばちょっとバラして、まあ1時間2時間あればできますっていうことなので、待ってる間他のちょっとキャンピングカーをね、またいいのがあれば見てみたいなと思っております。で、今ね、自分が気になってるのはね、デュカットっていうのが結構気になってて、まあ動画とかで見ててもね、結構中が豪華そうに見えてるんですよ。お風呂が、シャワーかな、シャワールームとトイレとかこう区切られてたりで、運転席、助手席がくるっとこう回って、なんかものすごい豪華なソファーに早変わりみたいな、そんな感じがしててね、結構デュカットええのかなと。ほんでいろんなその宿泊施設、アルウェイパークとかに行って、最近なんかデュカット多いなというふうにまあ思って感じてるんですよね。まあ、だから一回行ってデュカットがあればそれをちょっと見せてほしいなというふうに思っております。ハッピーライフ。到着しました。富士カーズ西宮店。久しぶりの。ここにキャビコンが並ぶようになってるね。ちょっとやっぱり配列が変わってるよね。いっぱいありますね。いっぱいあるけど、1600万、これで700万。になってきたら増えるのかな。ハッピーライフ。パピーも最近よう見ますね。そうですね。ただまあ、あのカムロードにしたら一番小さい形のものを採用してるんで、まあ、普段乗りもギリギリできるような。中をね、覗いてみましょう。面白いね。なんか掘りごたつ風にもなるし、うん、冬ここにね、なんか毛布かぶっ、あ、ほんとほんと、あったかそう。で、窓があるから明るい。うん、窓がそうやね。うん、この窓大きいね。大きい、すごいよね。トイレもついてるんやね。よっ。全然。うん。全然いける。バンク部分は、うん、面白い。あ、これまた面白いね、うん、タンスみたいになっちゃって、ここになんかタンスみたいな1段2段3段でちょっと軽い収納ボックスがあって、これがブレーカーとかかな。あ、これも物置か。ほら、1人大人が横になって寝れる、うん、こう縦に寝れるっていうね。ああ、ここにギャレーがついてるんだ、うん、ああ、なるほど。ここの下はで、ここが冷蔵庫やね。ああ、ほんと、ちょっと開き方わからない。あ、でもその上のほら、なんか何使
机が出てくるの。やり方わからんけど、ちょっとやり方押すんじゃない、ピッと押したらピュンって出てくるんだ。違うか。あ、出てくる出てくる。あ、ここが、あ、すごいね、有効活用すごいねこれ、うん、考えられてんね、うん、ほんでここから結構ね、ここの運転席に行くのも楽、楽、広い階段がついてる、面白いよね。ここに電子レンジがあって、うん、コンパクトにまとめられてる。ここ棚？棚やね。水、え、水どこに入ってるの？水どこやろね、ちょっとわからんな。外からアクセスできたらタンクは楽やね。大人中心、大人さんに長さはちょっと短いけど、うん、10センチぐらい。まあでも横の張り出しがね、うん、ここの張り出しがないから、そうそうそう、全然普通の駐車場に入れても、うん、いいね。いいね。パピーパピーちゃんはハッピーね。丸窓やった。一番初期の初期かもわからんね、うん、丸窓って。ハッピーライフ。あ、治ったのかな。新しい金具にね、変えていただきました。ありがとうございます。もう、はい、まあ、これが交換した部品ですね。はい。まあ、こちらは向いてたところ。こっちもまあ結構劣化してて、まあ、ちょっと曲がってたっぽいんで、うん、多分するところがもともとここやったと思うんですけど、だんだん上になってきて。まあ、今回ちょっと新しい部品つけてちゃんとまあ真ん中で噛むような形で調整もしているので、はいはい、まあ、様子見ていただいて噛むところというのは、まあね、まあ、ちょっとずつある程度はね、うん、それは仕方がないことです。ずれてくるので、うん、ハッピーライフ。はい、そういうことで扉の金具を新しいのに取り付け変えていただいて、これでちゃんとね閉まるようになりました。今まで上だけで止まってたのでちょっと心配だったんですけど、まあ、これで安心してまた乗れるかなと、良かったです。で、思ってたより金額も安くて2万かからず交換できたんで、あの、ホッとしてます。そういうことでね、今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それじゃあまたねー。